ウィリアムズ FW28 は、ウィリアムズ会一が2006年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。サム・マイケル、ヨルグ・ザンダー、ロイック・ビゴワラが設計した。2006年の開幕戦から最終戦まで使用された。各部、マクラーレン MP4 から20を意識したようなデザインで、リアカウルにはルーバーを切り、大型のチムニー・ダクトを装備して、ギリギリまで、 小さくしてある。特徴的なのは、エンジンカウルも後端は大きく切り取られていることである。フロントウィングの左右をつないだ、ブリッジウィングも搭載された。前年をもって、BMW とのパートナーシップを解消し、この年からカスタマーエンジニューザーとなった。レギュレーションによって2.4リットルの自然吸気バ板区画90度の V8 に統一されたが、 この年に搭載したコスアース CA2006 は2万回転を優に超える超高回転型エンジンとして話題となった。シーズン終了後のテストでは2007シーズンから使用するトヨタ V8 エンジンを搭載して FW29 が完成するまで使用された。ドライバーはマーク・ウェバーが残留。ニック・ハイドフェルドは BMW ザウバーへ移籍し、 GP にチャンピオンのニコ・ロズベルグが加入した。第1戦のバーレーン GP では2人とも入場し、ロズベルグがデビュー戦で、史上最年少ファステストラップを記録。好調なシーズンかと思わせたが、リタイアが多くダブル完走は18戦のうち3戦、逆にダブルリタイアは6戦もあった。獲得ポイントは11点に止まり、コンストラクターズ選手権では8位に後退した。 ありがとうございます。